YouTube I'm です。The Sims 4プレイ続きやっていきたいなとは思います。今回はオカルト世帯を操作していきます。ただいま、サリーなんですけど、ですね、仕事が政治家なので、今、魅力スキルをですね、上げてるところですね。これレベル10にね、していかないといけないんですけど、先が遠いですよね。とりあえず、サリーちゃんにはちょっとしばらく魅力スキルを上げててもらおうかなと思います。まあ、ヴァンパイアなんで、結構寿命がですね、あるっていう。だってまだ若者の世代で97日後にいい感じのお姉さんになるみたいな感じっていうことでしょう。長っ。でですね、マッドには、作詞スキル、筆記スキルが必要なんで、レベル2にね、していこうかなと思って、仕事前に。やっぱ、こういうの大事よね。オシャンティーを目指してるから、世界のオシャンティーになりたい。僕は、世界のオシャンティーになるんだ。マットの仕事1時間後、行く。タルバトーレサリーと仲良くなったんだねって言われた。なった。あ、マット仕事の時間ですね。仕事に行きましょう。着替えてー。モリソチビソあー、チビソあー、モリソみたいな歩き方してる。あ、魅力スキルレベル2になりましたね、サリーちゃん。さあ行ってきます、仕事みたいな。懸命に仕事をしたい。はい。なんだっけ。コンピューターでヴァンパイアの情報を検索するってあるので、ちょっと、やってみようかな。ヴァンパイアの情報を検索、ウェブ。なくない？あるわ。多分。あ、違くないな。なくない？ヴァンパイアの情報を検索？あ、ある。これだ。ちょっと一旦スキル上げをやめて、ヴァンパイアの情報をですね、検索していきたいなと思います。いいですね。おい、ちょま。今検索してる。レベルアップ、サリーのヴァンパイア学スキルがレベル1になりました。いいですね。これを検索することによっても上がるんですね。何このヴァンパイアポイントっていうやつ。すごい。そうなんだ。いいですね。いいしか出てこない。バー。お、サリーはヴァンパイア。それで寝るのは知ってるよ。だってもう、それで寝てるもん。なにあれでしょ？箱のやつ。知ってるよ？知ってたもん。うん。じゃ、どんどん検索してった方がいいんですかね？検索してこう。ちょっと待って。何？ヴァンパイアの賞をアンロックしましたってなってますね。でもお金ないから賞買えないよ。もう一回検索したい。あ、賞買う、ほら。お金ないもん。75か。75か買おうかな。ご注文ありがとうございます。これ早速読みましょう。いいですね。階段のこのこういう風にこう、改造できるようになったのいいですよね。めちゃくちゃコンパクトにできる。そこは、その席はあれだぞ。まあいいけど、なんだっけ。誰だっけ。マットのベッドだよ。見てこれ。汚ね。もう汚ね。まあ選んだのアイムなんだけど。読み終わったらスピーチの練習しといてもらおう。あ、またチューリップ咲いてる。チューリップ収穫しようっと。すべて。いいですね。ここでさ、芳香剤みたいな感じで取れるじゃない。いいね。無限脇だわ、無限脇。あ、また癖強めの。待って、レモンもあるよ。レモンもすべてすごいじゃん、このあたり。ライムが言いたかったのは、このセレブの人の癖強めな歩き方の人がいるみたいな反応をしたかったんですけど、バビヨーンって言ったところが、レモンの木だった。これ何？玉ねぎとかできるの？この辺。これ何？サクランボの木とか？やばいじゃない。ここら辺釣りできるし、めっちゃいい立地のところにアイム住んでるよ。あ、帰ってきましたね、マット。今、ただいまね、ツーリップをですね。なんか変だぞ。ツーリップをですね。どこへ、あ、飛んだ飛んだ飛んだ来た来た来た。すごいじゃん。泡ってるし。いいね。ちょっとね、マット臭いんで、ちょっとだけ、なんだっけ。これやめてもらって、スピーチの練習やめてもらって、ヴァンパイア情報を検索して、手に何持ってるそれ。絶対本のバグだろう。ちょっと待って、どうした？本のバグだろ、それ。本のバグだろう。マットにはシャワーを浴びていただいて、楽しさがあれですよね。楽しさか。何で楽しさあげる？テレビ買うお金ないもん。待ってくださいね。今の所持金が、20.101 でしょ？で、これ、置きたいけど、家具付きが無理なんですよね。28、29万、29センシムシリオンになったら、ちょっと家がね、ボーンとまた家具が設置されたやつを置けるんですけど、それまで、どうしよう。どうしようかな。ちょっとテレビをですね、買ってあげようかなと思って。ペンギンさんしか買えない。しかも。ペンギンさんしか買えない。ペンギンさん買おう。ここに置くみたいな。これでね、マットに、楽しさをあげていただこうかなと思います。で、サリーちゃんなんですけど、どうした？サリーちゃん。ちょっと太陽があるうちにですね、ちょっとここまで移動していただいて、セレブじゃない？違った。ぽかったのね。待って、間違えた。ですね、空を眺めといてもらって、ちょっとヴァンパイアエネルギーをですね、減らしていきたいなと思って。熱ってなってますね。だってヴァンパイアエネルギーをね、下げていただきたいわけ。アイムは。あ、ダメだ、バグってるわ。よっしゃ。諦めたー。これ何してんの今。ファッションブログをしてるんですね、今。ファッションブログをじゃあ更新した後に、筆記スキルでも上げますかね。いらなかったじゃん。これいらないじゃん。ブログあるんだったら。お金。じゃあ。筆記スキルを上げてっていただいて。あれ、ファッションブログってどうやってやったの？メモ帳を開くじゃなくて、ソーシャルネットワーク、まあ、更新チェックとかよくわかんないけど、キャリア、あるある、あー、そういうことだ。あー、なるほど。じゃあ、これでいきましょう。ブログを書いていこう。あれ、どこでキャリア、ブログ。知名度を上げていきましょう。ずーっとそこにいる。そこに移動してもらって。本のバグほんとやだ。本のバグのせいで全部が闇の瞑想。そっち向きでやるんかーいって。いつ手放す？ここ。なんもないけど、いつ手放す？もう。本当に、もう、ちょっとですね、一旦寝ます。で、マットの多分、ここの部分を全部大体の緑にしてあげてから、血吸ってもいいですか？許可もらった方が多分拒否られないような気がする。あ、ブラッドパックを発見しました、だって。いいですね。本持ってないけど。しまって。いや、本しまって。本。しまって。ブラッドバックって、通販ですよね、多分。通販。通販。通販。ウェブ。まあ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 。何か作って、料理する。どうしようかな。グリルドチーズを作る。作って、まあ、飲み物は、ビール。でですね。飲み物を、ブラッド、待ってね。注文する。ブラッド、どれだろう？何これ？贈り物とかそういうとこじゃないよね、多分。何？ほら。ヴァンパイア。コンピューターでブラッドパックを注文できるようになった。あ！ある。イエー。2個ぐらい買っとこう。お金ない。高い。あ、ちゃんと焦げないで作れてる。すごい。あれ。あ、入ってますね。飲む。おー、チューチューしてる。チューチューしてる。大型の血液。あ、満足だ。コマットに頼んなくても。高いな。50だもんだって。まあ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 。とりあえず寝ておこう。いつになったらその本手放すのよ。ねえ。謎だわ。もう大事に持ってるもんね。出てきたよねて。もう本が邪魔でダメな感じじゃないですよね。最悪ーん。片付けて、トイレして、寝ていただいて、サリーちゃんはですね、ちょっと出かけていただこうかな。多分ね、どっかに出かけたら治るのかな。バーみたいなとこ行こうかな。バーみたいなとこ。海行こう。海のバー。ですね。飲み物。お気に入りの飲み物を注文してみよう。どんなやつ注文するんですかね。何注文するんだろう。22シムシリオンも飛んだんだけど。どこ行くの？誰かと喋るみたいですね。それよか、このバーテンダー何作るのかすごい気になる。あ、男の人？男性だ。何これ。またおしゃれなゼブラフィズだって。まあ、でも、アイムが思う、お気に入りドリンクじゃなかったので、MC コマンドセンターから、お気に入りドリンクをですね、変えていきたいなと思います。やっぱ、ヴァンパイアといえば、ですね、ブラッディジェーンっていうやつですね。これ、ヴァンパイアの飲み物みたいな。これを、注文できない。サリーのお気に入りの飲み物を作るのに、あ、この人はスキルが足りないんですね。あ、夜のビーチいいですね。ちょっと夜のビーチに行きたいなと思います。ここで、日光浴がそうできないんですよね。ヴァンパイアだから。でもヴァンパイアで夜のビーチオシャンティーじゃないですか？あ、どっち向きなの？なるほど。あ、でも綺麗だな。いろんな角度から見てもやっぱ綺麗。やっぱヴァンパイア綺麗。海入ってもらおうかな。水着に着替えるんですかね？どうなんだろう。あ、着替えてますね。これもしかしてエイリアンじゃない？お、泳いでますね。やっぱスタイルいいわーい。はい、乗りましたと。いいですね。スーパースプラッシュ、これやろう。やろうよ。リラックスする。リラックスして。今リラックスモードか。違うの？知らんけど。居眠りする。いや、謎だわ。今何これ。あ、リラックスしてますね。浮いてる。動いてる。ちょっとずつ。ちょっとずつ動いてる。さあ、ですね、帰りたいなと思います。寝る。あれ、マット起きてたの？魔法の練習したい。魔法の練習。魔法の練習しよう。魔法の練習。すごいけど。魔法。魔法を練習する。必要魔法。もういいんですけど。これ。原始魔法も。ただいま、魔法の練習をしております。新しい魔法を取得しました。ゴシゴシスコール。え、違うな。ゴシゴシコスール。ああ、いいね。いいね。魔法で掃除できるってこと？最高。いたずら魔法とかも、取得したいですね。はい、また新しい、魔法を取得いたしました。いたずら魔法。悲しくなーる。いいですね。ですね、今から仕事に行きたいなと思います。おしゃんてよね、相変わらず。懸命に勉強していただいて、じゃあ、仕事に行っていただいて。来ましたね、マット。はい。いってらっしゃいと。こちらもですね、一生懸命働いていただきたいと思います。いや、多分ね、もう昇進するはずよ。フリーランスの、はい、マットは、事情が分かってきました。プレミアカルチャーレビュー雑誌には、一回だけ記事を投稿して、暴露記事の、何書く？辛口。知らんけど。衛星マイナス25だって、最悪。帰ってきましたね。政治の訴え、これのやり方がわかんない。まあ。最悪、楽しさがダメだ。とりあえず、雲でも見といてもらって、マッドゥが帰ってきたら、血をもらいましょう。血を欲しい。ちょっとこのまま待機してよ。あ、帰ってきた。やった。何になったの？レベル3までになった。ファッションインフルエンサーだって最高じゃん。緊張してるから多分この調子だと吸わしてくれないぞ、血。違う。キャリア。はい、今回なんですけど、キリがいいのでここまでにしたいなと思います。次回をお楽しみに。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひお願いいたします。じゃ、またねー。血が欲しい。